デスバレー国立公園は、アメリカ合衆国カリフォルニア州のシエラネバダ山脈東部に位置する国立公園である。デスバレー国立公園は、その大部分をカリフォルニア州引用群、一部をネバダ州が占めている。総面積は13,158平方キロメートルであり、全米の国立公園中最大である。デスバレーのほぼ全域と、 パナミント渓谷の大部分、セーライン渓谷及び近隣にあるいくつかの山脈が含まれている。同国立公園のうち、ネバダ州部分には、悪魔の巣穴と呼ばれる小さな池が位置しており、その近くには、アッシュメドーズ国立野生生物保護区が位置している。アメリカの国立公園の中で最も暑く、最も乾燥した地域であり、 さらに海抜0メートル以下の地点を含んでいる。公園内には過酷な砂漠環境に適応した多くの種の動植物が生息しており、クレオソートブッシュ、ビッグホーン、コヨーテ、デスバレー、パプフィッシュなどを観察することができる。現在のデスバレー国立公園地域がアメリカ合衆国によって国立公園として指定される以前、 この地域における主要な産業は最高であった。デスバレーという地名はゴールドラッシュさなかの1849年カリフォルニア州にある近郊地へ向かっていたグループが近道をしようとしてこの谷に迷い込み数週間さまよった末にメンバーの数人が国暑と水不足によって命を落としたことに由来している。 19世紀末から20世紀初頭にかけてのデスバレーでは局所的なゴールドラッシュが幾度となく発生し、いくつもの街が生まれては消えた。その一方、放射の採掘は唯一長期間安定した利益をもたらし、この地域で採行された放射は石鹸や工業加工品を製造するために使われた。東エンティミュールチームは採掘された放射を デスバレーから搬出した輸送隊として有名であり、数々の書籍、映画、テレビ番組、ラジオ番組の題材として取り上げられた。1933年に、現在のデスバレー国立公園地域の一部が、アメリカ合衆国によって、デスバレー国定公園として保護地域に指定された。その後、1994年に国定公園から、 国立公園へと格上げされるとともに保護地域も拡大され、現在のデスバレー国立公園地域全体が保護対象となった。デスバレー国立公園の最高地点と最低地点を結んだ断面図。この地域の自然環境は長い時間をかけて形成されたものであり、複雑な地質をしている。最も古い岩石は少なくとも17億年前に、 形成されたものであり、大きく変成している。この地域は、かつて温暖な浅瀬であり、泥や砂が長い年月をかけて堆積した。この堆積は沈み込みたいが、海岸沖に形成されるまで続いた。その後この地域は、海底から流起し、直線上の火山群が形成された。さらにその後、近くの東西方向への伸長運動が開始され、 現在のようなベースンレンジの地形が形成された。谷には堆積物が堆積し、表記には必順な気候となり、デスバレーを満たすマンリー湖のような巨大な湖が、いくつも出現した。デスバレーと周辺地域国立公園内には、デスバレーとパナミント渓谷という二つの主な谷がある。いずれも、数百万年以内に形成され。 南北に走る山脈によって分かたれている。周囲の谷ともどもベーズンレンジと呼ばれる地形の典型であるものの少し異なるところもある。並走する走行移動断層がデスバレー中央部を縦断している。旋断作用が働くためデスバレーの中央部が拡大しより沈下した。周囲の山脈の隆起と谷底の沈下は同時に進行している。 谷を挟んで、パナミント山脈と向かい合うブラックマウンテンの隆起が早いため、パナミント山脈側と比べると、戦場地は比較的小さく、勾配がきつい。この結果、ワイングラス渓谷と呼ばれる、多数の谷がブラックマウンテン沿いに並んでいる。隆起のために、デスバレーの川底に至る、いわゆる V 字国を刻む余裕がない。途中までは V 字国なのだが、 川底まで半分の位置に達すると、そこから先は長い隙間のようなスロットキャニオンに形を変え、堆積物が溜まった比較的小規模で急な洗浄地を形成した。メスキートスプリングスで発見されたメスキートフラット族による岩ずらイン国。現在のベスバレー国立公園地域には、紀元前8000年頃からアメリカ先住民が居住していたことが知られており、 時代ごとに大きく4つの民族に分けられる。この地域に最初に人類が定住したのは、紀元前7000年頃と推測されており、狩猟最終民族であるネバレススプリング族が居住していた。当時この地域には、マンリー湖やパナミント湖などの巨大な湖が存在しており、デスバレーやパナミント渓谷は湖面の下に水没していた。当時の気候は、 比較的温暖であり、狩猟の対象となる動物が数多く生息していた。紀元前3000年頃になると、ネバレススプリング族に代わって、メスキートフラット族がこの地域に定住を始めた。メスキートフラット族の文化は、ネバレススプリング族の文化とよく似ていることが知られている。西暦元年頃になると、高温で乾燥した砂漠へと変化した、この地域に、 サラトガスプリング族が移住してきた。サラトガスプリング族は、集団での狩猟技術に優れた民族であり、手工芸に長けていた。デスバレーの谷底には、サラトガスプリング族によって作られたと推測される、奇妙な形に配された石が残されている。千年頃になると、遊牧民族のティンビ社がこの地域に移住してきた。ティンビ社は、以前は、 諸称二族と呼ばれており、パナミントや、コソという呼び名でも知られている。この地域に移住してきたティンビシャは、狩猟や豆の一種であるメスキーと松の一種であるピニオンパインの実を採集して定住を始めた。この地域では谷底と尾根の気温に大きな差があるため、特に西部の地域において、ティンビシャは季節ごとに高地と低地の移動を繰り返した。冬場は、 谷底の水源近くに強化前、気候が温暖になる春から夏にかけて、植物の成長とともに、高地へと移動した。そして11月頃になると、尾根の付近で、松の実を採集し、谷底へと戻るという生活を営んでいた。かつては、スコッティズ・キャッスルの近くに、マーフヌという村落が存在しており、そこに住むティンビ社は、多数のカゴを作っていた。 ティンビ社の家系の一部は、現在もデスバレー国立公園内にある、ファーニス、クリークの村落に居住している。現在のデスバレー国立公園地域に、白色人種が最初に足を踏み入れたのは、カリフォルニア州で発生した、ゴールドラッシュがきっかけであった。百四十九年十二月、およそ百台の入馬者と共に、カリフォルニア州ゴールド郡へと向かっていた二組の、 白色人種のグループが、オールドスパニッシュトレールへ近道をしようとして、道に迷い、巨大な谷に入り込んでしまった。後に、ベネット・アーケーン移民団と呼ばれた彼らは、数週間もの間、この谷から脱出する道を見つけることができず、生き残るために、数頭の牛を食べることを余儀なくされたが、この谷に、数多く存在する泉から飲用水を確保する、ことはできた。 彼らは、入魔者を捨て、起伏の激しい、ウィングへとパスを通ることでようやく、この巨大な谷を脱出することができた。言い伝えによると、この谷から脱出した直後、一団の中の一人が、グッバイデスバレーと言ったとされており、これが、デスバレーという名前の由来とされている。その後、この一団のメンバーであったウィリアム・ルイス・マンリーが、自助伝。 デスバレーイン49でこの度の詳細を述べたことにより、この地域に関する情報は大衆へ広まった。デスバレーの東園ティミュールチーム現在のデスバレー、国立公園地域で取れる最も有名な鉱石は、食塩や放散児を、活石などが堆積した蒸発残留岩に含まれる放射である。放射は、この地域において最も回収しやすい鉱石であり、 かつ、最も利益率の高い功績でもある。この地域で、初めて放射が発見されたのは1881年で、アリー、ファーニス、クリークの近くのロージー及びアーロン・ウィンターズで発見された。そして同年の末にはイーグル・ボラックス・ワークスが、デス・バレーで、初めて放射の商業活動を開始した。1883年の末にはハーモニー・ボラックス。 ワークスのウィリアム・テル・コールマンがこの地域に工場を建設し、1888年まで石鹸の製造や工業用に使用される放射の生産を行った。この地域で作られた製品は、18頭のラバと2頭の馬によって構成されるトゥエンティミュールチームに引き渡され、およそ 265km 離れたモハーベにある鉄道まで輸送された。 トゥエンティミュールチームは1時間あたり、約3キロメートルの速度で移動し、工場と鉄道とおよそ30日かけて往復した。トゥエンティミュールチームの写真は、ボラックソ社の粒状石鹸の宣伝広告に使用されたり、デスバレーデーズ社のラジオ番組や、テレビ番組で取り上げられたりした。この地域の最高産業は、コールマンによる、 先制経営が終了する1920年代まで世界第一位の放射の供給源として反映した。デスバレーで採掘される放サンジオ鉱物は主に600万年前から400万年前のファーニスクリーク構造体に堆積したものである。1906年に撮影されたスキードゥーの風景、現在のデスバレー国立公園地域には銅、金、鉛、 銀などの希少な埋蔵鉱物を求めて多くの人々が訪れた。この地域では幾度となく希少鉱物の最高事業が行われたがアクセスの悪さと過酷な砂漠環境により事業が長く続くことはなかった。1903年12月、銀を発見するためオーストラリアのバララットから二人の男性がこの地域を訪れた。一人は ジャック・キーンというアイルランド出身の鉱山労働者、もう一人はドミンゴ・エッチャーレンというバスク地方出身の固めの肉屋であった。キーンはエッチャーレンと共に銀を探していたフューネラル産地の作業現場の近くで全くの偶然に巨大な金の交渉を発見した。キーンはこの交渉をキーン大交渉と命名し、これをきっかけにこの地域では小規模なゴールドラッシュが 発生した。キーン大交渉は、ライオライトやスキールーハリスバーグで発見された、貴金属鉱脈と同様に、大きな利益をもたらした。しかしながら、数多く発生した散発的なゴールドラッシュが一段落した後に、一連の鉱脈の分布を調査した、結果、十分な利益をもたらすだけの貴金属鉱脈は、存在しないことが明らかとなった。 このブームによって出現した鉱山近郊の街は20世紀初頭の10年間で急激に発展したが1907年の強皇を契機に衰退した。建設中のスコッティズ・キャッスル現在のデスバレー国立公園地域において記録に残っている最古の観光施設は1920年代にストーブパイプウェルズに建設された一組のテント小屋であり、 現在も残っている。この施設は治療回復の効能があると考えられる天然の泉の付近に建てられており、保養目的のためにたくさんの人々がこの地を訪れた。1927年、デスバレーで活動をしていた放射会社のうち一社がファーニスクリークにあった従業員の宿舎を建て替え、ファーニスクリークインというリゾート施設を建設した。 ファーニスクリークにあった天然の泉は、リゾート開発のために使われ、周囲の沼地や湿地は徐々に小さくなっていった。その後、現在のデスバレー国立公園地域は、冬場の観光地としても人気を博した。他の施設も当初は私的な施設として使用されていたが、次々に商業用施設への転換を行った。 商業用に転換した施設の中で最も有名なものはスコッティーズ・キャッスルである。スコッティーズ・キャッスルはイリノイ州シカゴの保険業界の大富豪アルバート・ジョンソンが別荘として建てた豪華な館であり1930年代の後半からホテルとして使用されるようになった。スコッティーズ・キャッスルという名称はデスバレー、スコッティの異名で知られるウォルター・スコットが この城は、近郊から得た利益で建てたものであり、この城は、私の城であると吹聴したために呼ばれるようになった、名前であり、実際には、スコットの発言はすべて偽りであった。スコットとの関係について記者がジョンソンに尋ねたとき、ジョンソンは、スコットへの投資家であると返答した。デスバレーで働く、市民保全部隊のメンバー1929年に、発生した、 世界恐慌の時代になると市民保全部隊による全米各地の国立公園の整備事業や建設事業が国家的に行われた。1933年2月11日、当時のアメリカ合衆国大統領であるハーバート・フーバーがデスバレー及びその周辺地域を国定公園に指定するという発表をし、カリフォルニア州南東部の 約7800平方キロメートルと、ネバダ州西端のごく一部が保護地域となった。これに伴い、デスバレー国定公園でも、整備事業や建設事業が行われることとなり、12社の企業が市民保全部隊とともにこの事業に加わった。デスバレー国定公園では1940年代の初めまでに、約800キロメートルの道路が整備され、 水道や電話線が引かれ、合計76棟の建物が建てられた。パナミント山脈には、優れた景色を望むための道路が作られ、また、先住民族である、諸小二族のためにレンガ作りの村落、洗濯場、交易所なども作られた。さらに多数の休憩所や、交楽施設のほか、一本の滑走路、五ヶ所の、キャンプ施設も建設された。 その一方で、1933年の国定公園への指定により、この地域での炭鉱や最高事業は一時的に休止することになった。しかしながら、事前の申し合わせによって議会が働きかけたため、同年の6月には最高事業が再開されることとなった。またこの頃から最高技術は大きく発達し、 純度の低い鉱石を加工することが可能となり、重機の登場によって巨大な岩を移動させることが可能となった。これにより、デスバレーでの最高事業は変貌を遂げ、大きな収益を獲得することができるようになった。しかしながら、世界的に活動を行っていた最高業者が、国定公園からよく見える位置にある鉱山で露天最高を行い、景観に傷跡を残した。 この行為に対して一般市民から激しい非難が湧き起こりアメリカ合衆国にあるすべての国立公園及び国定公園がより厳しく保護されるきっかけとなった。廃校となったリードフィールドの行動1976年アメリカ合衆国議会はデスバレー国定公園内での新たな最高事業を禁止する法案を可決した。この法律によって デスバレー国定公園内での露天再行は禁止され、国立公園局は1976年以前に与えられた何万もの採掘権の妥当性について調査を行うことになった。1980年、連邦政府はより厳格な環境基準を課した上で限定的に再行を行うことを許可した。国立公園局の資源管理部門は デスバレー国定公園周辺の鉱山を監視し、許可を受けていない125の業者と許可を受けた19の業者についての調査を継続した。その一方で、連邦政府の指導により、デスバレー国定公園内の資源が保護されることは、保障された。1984年、デスバレー国定公園は、生物圏保護区に指定された。 1994年10月8日、デスバレー国定公園の保護地域は約5300平方キロメートル拡大され、さらに砂漠保護法の可決により、国定公園から国立公園へと昇格した。これにより、デスバレー国立公園は飛び地を含まない連続した国立公園の中ではアメリカ合衆国で最も広い国立公園となった。 デスバレー国立公園の広域地下水流動系の範囲内に位置している多くの都市はアメリカ合衆国内でも例を見ないほど急速な発展を遂げている。デスバレー国立公園から半径 160km の範囲内に位置しているネバダ州、ラスベガスやネバダ州、パーランプはその顕著な例であり、1985年から1995年に かけて、ラスベガス近郊の人口は55万700人から113万8800人にまで増加した。宇宙空間から撮影したデスバレー及びパナミント渓谷。左端に見える湖はサールズ湖で、その右隣に見える小さな谷がパナミント渓谷。パナミント渓谷のさらに右に見える大きな谷がデスバレー。 パナミント渓谷とデスバレーとの間にはパナミント山脈があり、デスバレーの右隣にはブラック山地がある。デスバレー国立公園では多様で複雑な地質構造が見られる。公園地域においては少なくとも4回の広範囲な火山活動、また3回か4回の堆積機と数回の構造運動が見られる。表記においては 当地域が氷結することはなかったが、湖が形成されるなど、大きな影響を受けた。当地域を構成する岩石は、放射性同位体による、年代測定の結果、現世代の約17億年前に形成されたことが、判明している。それらの岩石は大規模な変成作用を受けている。また、パナミント山脈に分布している、花崗岩は、 14億年前に当地域に加入し、その後、流気運動により、地表に露出5億年にわたって侵食を受けているものである。パーアンプ層群は数百メートル差があり、12億年前から8億年前に堆積した。この層は、現世代の岩石が流気し、その後、侵食され再堆積したものであり、花崗岩砂を含む歴岩で構成されている。 この総群の堆積本は、このような歴岩で満たされており、それらは、全地球凍結時の氷河堆積物と思われる。また、パーアンプ総群の最も新しい部分は、玄武岩質の溶岩で覆われている。ロディニア大陸が分裂を開始すると、当地域には、地溝が形成され海水が侵入した。なお、その地溝は後に、太平洋として発達する。 その海域においては、藻類が繁殖し、炭酸塩鉱物が生成された。ヌーンで腐敗石はこの時に形成されたものである。太平洋が形成され、大きく広がっていくにつれ、当地域の大陸近くは薄くなり、その影響で当地域の沈降が進みアイベックス層群が形成された。なお、この上位には不整合があり、致死資料が得られていない。 本格的な海洋本が正方で形成されることにより、当地域に堆積していた地層は、傾斜を強めていった。傾斜が大きくなったため、2度、海中で崩壊を起こし、草火状の再接堆積物を形成している。これにより3つの地層が形成されている。この崩壊により形成された地層には、それに巻き込まれた初期の生命の化石が含まれており、 エディアから生物群や山陽虫の化石が発見される。デスバレーの盆地構造を表した図。デスバレーの底部に示されている黄土色の部分は堆積物を表している。古生代の約5億5千万年前から3億年ほどの間、当地域は砂質伝送の堆積する海底であった。炭酸塩鉱物の堆積する環境であり、 赤道に近い温暖な環境であったと推定されている。ただし、炭酸塩鉱物の体積は、オルドビスキなどに何度か中断した時期があった。時期により詳細は異なるものの、この頃の海岸線は、北から北東方向に沿っていたものと思われる。これらの地層は8つの類層と一つの層群に分類され、その厚さは約6000メートルある。それらの地層は、 コットンウッド、フューネラル、グレープバイン、パナミントなどに分布している。中世代の中期に北アメリカ大陸の西端は太平洋、プレート方向に押され沈み込み帯を形成した。その結果、活発な火山活動や山脈の流起が起き、海岸線は西に3 0 0トル以上移動した。また、シエラネバダ湖の形成が開始され、各所に 断層も発達した。この時期は、隆起運動と侵食が活発に起き、不整合が発達した。このため、当地域には、ジュラキから古代三期死神予の地層は、ジュラキの火山岩を除き、分布していない。紀元前24000年頃のデスバレー、国立公園地域長期の侵食により、当地域には、平原が発達していたが、3 5 0万年前頃は、 氾濫源となったと思われ、それに由来する地層が分布している。ベースレンジに関連した地殻の伸長は、ファラロンプレートの消滅による圧縮状の解放により、約1600万年前に始まった。デスバレーとパナミントバレー地域については、約300万年前より伸長が開始され、200万年前には谷となった。そして、現在でも広がり続けている。 また、パナミント山地の山頂付近に分布する地質は、ブラック山地やコットンウッド山地と同一のものである。これは、同一の地層が、静断層の働きにより、水平及び、垂直方向に分離、移動させられたためである。さらに、山地のふもとに、右横ずれ断層が走っていることも、この地域の形成に寄与している。これらの力は、当地域の西にある。 サンアンドレアスダンとも関連がある。慎重に伴う火星活動は約1200万年前から400万年前に行われた。その時期においては盆地に周囲から堆積物が供給されており、盆地の人口量と堆積物の供給量がおおむね釣り合っていたため、渓谷の標高はほぼ同じであった。更新予において、 近隣のシエラネバダ山脈の山岳氷河の影響によってデスバレーとパナミントバレーには多くの湖が形成された。デスバレーを満たす湖にはアマルゴサ川、モハーベ川、オーエンス川が注いでいた。その湖はマンリー湖と名付けられている。氷期の終了に伴い約1万年前から劇的に河川の供給が減少するとともに それらの湖は乾燥し始め、プラヤなどの乾燥地形が形成された。現在では、かすかに湖岩線の跡が見られるだけである。ティンビシャは、千年頃に移住してきた、先住民族の故障だけでなく、ファーニスクリークに位置する、村落内市、デスバレーの地域一帯を指す地名でもある。デスバレーには、赤葛色の塗料で描かれた、 豊かな泉の岩屈壁画があることから、ティンビシャという名称は、ティンビシャ語で、岩屈壁画を意味する、タンピーザに由来すると考えられている。また、グレープバインの西 8km に位置する、ウベヘベクレーターは、ティンビシャ語で老女のチブサを意味するハッピーピツイが、由来と考えられている。ネバダ州部分にある、ワーガイエミネは、ティンビシャ語で、 ピニオン・パインの頂点を意味するワーコ・アイが由来であり、テレスコープ本の東方に走る、ハナウパー峡国は、峡国の泉を意味するフヌッパーが由来である。ティンビシャ号を由来とする地名は、グレープ・バイン山脈の各地に存在している。ネバダ州ラスベガスのストリップから、週間道15号線を北に進み、42番出口から、ラスロップ。 ウェルズまで国道95号線を北に約1 3 9トル進む。ラスロップウェルズで南に曲がり、ネバダ州道373号線とカリフォルニア州道127号線を約3 7トル進み、デスバレージャンクションで西に曲がると約2 7トルでファーニスクリークに至る。夜間に石が長距離にわたって移動するセーリングストーン。 スライディングロック、または、ムービングロック、ゴルディロックスなどと呼ばれていた。何かに引きずられたような直線的な跡を伴うが、人間を含む動物の足跡などは、一切残されていなかった。移動の原因として、動物説、重力説、地震説などが考えられ、またある地質学者は、ネバネバした細菌が、岩の下で繁殖し岩を滑りやすくしているという。 推測をしていた。頂上現象と考えるものやエリア51に、ほど近いことから宇宙人との関係を取り沙汰、すものまでいた。このメカニズムは、2014年になって解明された。岩を動かしていたものは有力な説として存在した、氷と風であり、湖の表面に浮かぶ氷が岩を押して滑りやすい、泥の上を岩が運ばれていた。ありがとうございます。